まだまだ。ん？二人とも一体何をしてるの？好きの大きさ比べ。また可愛いことを。好きの大きさ比べ？パパに全然勝てないの。足も打っててもパパの方が長いから。短い。この愛しい子を私たちは何としてでも守らねば。よし、それじゃあママと一緒になってパパと比べよう。パパのことこのくらい好き。愛しさ無限大。凄まじい破壊力の攻撃がパパを襲う。今日も阿久津さん学校サボったな。うわ、帰ったのか大山。まだ寝てたんですか？何度寝ですか？え？え？今起きたんだけど。あれからずっと寝てたんですか？阿久津さん、学校はエロ。死んでも行かねえ。朝の光景。何時間寝てたんですか？14時間くらい。寝すぎですよ。学校ちゃんと行かないとまずいでしょ。なんだよ、学校でも私と一緒にいてえわけ？いや、俺がいじられまくるんですよ。阿久津さん今何してんのとかって。は？聞いてます？私汗臭くない？ずっと寝ててすげえ蒸れてんだけど、いろいろ。意識したら意識が遠のく。シャワーってこよ。パンツパンツ。あ、ごまんでなら覗いてもいいよ。覗きませんよ。ごまんか。今日もやりたい放題だな。シーツ洗った方が。いや、今日はいいか。っていうか本当に学校行かなくて大丈夫なのか？夏休み終わってからほとんど行ってないんじゃ、親とかに怒られないのかな。うっす、大山くん。うっす。どうしたんですか？リコいる？あいつと連絡取れなくてさ。ああ、ずっと寝てたらしいんで電源切ってたのかな。それで呼びに来たんですか？ちょっと今、シャワー。あ、そう。いや、悪い、大山くん、リコ。え？じゃあね、おばちゃん。じゃ、なんだ。今、なんて言ってた？おばちゃん。ん？あー、さっぱりした。お、なんだよ、気が利くじゃねえか。お茶とか出しちゃって、それよりどうよ。ほれほれ、いい匂いになった。しょ、あ、大山は汗の匂いの方が興奮する変態だったか。忘れてたわ。阿久津さん。なんだよ、シャワー浴びて残念だったの？引くわ。そうじゃなくて。あ？ギャー！ちょっ、なんで母ちゃんいるんだよ。ああ、阿久津母襲来。阿久津さん母がやってきた。美咲たちに聞いたんだよ。仕事場にいたから捕まえて案内させた。リコどこ？いや、なんで学校から連絡くんだよ。お前来ないから居場所知らないかってな。あ、やっと見つけたわ。ところでこの子が大山くんか？あんたが寝言で言ってた。ほう。いつから付き合ってんだ？付き合ってね。寝言？僕はその。母ちゃんに関係ねえだろ。学校のことは分かったからもう帰れば。怖っ。おい。ん？誰に上等な口聞いてんだ。いいから帰るんだよ。なんだこら。母親もっと怖え。阿久津さんちっちゃくなってる。来るな、週末合コンな。はあ、何勝手に頭数入れてんの。行かないよ。頼むよ、
お前の名前出すと女の子集まるんだ。あ、総務のさ、可愛い子いんじゃん。ほら、ちょうどいる。藤宮ちゃん。同じ総務の子が誘ってくれるって。あ、今ペコってやば、可愛い。ちょっと人見知りっぽいけど、おとなしくて可愛いよな。確かに、お前じゃ釣り合わないかもね。うるせえ。おとなしくて可愛いだと。ただいま。その子はな、その子は家ではもっと可愛い。おかえりなさい、もみじくん。ただいま、すみれ。俺たちは会社では内緒の恋人同士だ。喋るのが苦手だけど寝言は多いこと、激辛料理が好きなこと、意外と大雑把なこと、腰に2つほくろがあること、全部俺だけが知ってる彼女の一面だ。絶対誰にも教えてやらない。あ、合コンちゃんと断れた？スミレが合コンなんて言ったら、俺お店ごと全員燃やしちゃう。お疲れ様です、藤宮さん。向かいの席いいですか？ありがとうございます。俺たちは内緒の社内恋愛をしている。ラッキー、二人で昼飯。あ、クレノさんの隣空いてる。どうぞ。そして一瞬で終わった。旬。藤宮さんって好物とかはないんですか？うん、だって食べてる時も仕事中みたいな顔。たまには美味しそうに食べて可愛げ見せなきゃ。せっかく可愛い顔してんのに。この子は知らない。彼女が家で好物を食べるとき、可愛さカンストだということを。キューン。スミレ、美味しいね。ちゃんと噛んでね。おかわりたくさんあるよ。スミレは人見知りで、俺と二人きりの時以外表情がこわばってしまう。でもこの素顔を知っているのは俺だけで十分。クレノさん？クレノさんってば。クレノさんもそう思いますよね。藤宮さんはもう少し愛嬌を。だから俺は今日も会社で適当に話を合わせる。別にいいでしょう、人に見せるために食ってるんじゃないんですから。それもそっか、ごめんね藤宮さん。今日の晩御飯は彼女の好物、超激辛料理だ。クリの長い肺。もみじくん、無理に同じもの食べなくても。でもせっかくスミレと二人で晩御飯なのに違うもの食べるのって寂しいかも。あ、ある日、俺は見知らぬ女子高生に監禁された。やべ、こんな暗くなるまで寝ちった。携帯どこだ。なんか息苦しいな。なんだよこれ。ここは一体どこだ。あ、よかった、液タブだ。ネットに繋がってさえすれば助けが呼べる。それは無理。あなたにはこれから毎日ここで絵を描いてもらうから。見知らぬ女子高生に監禁された漫画家の話。1日目。やっぱり雨戸は外から鍵がかかってる。大きな音を出して外に助けを呼ぶことはできるけど、そんなことしたら助けより先に来るのはあの子だろう。そしてあれが牙を剥くことに。食事。
別に食欲ないんだけど。いいから食べて。わかったよ。メニューはヨーグルトとゼリーとサプリメントか。まるで病人の食事だな。じずっと見られてると食べづらい。そんなに食べてるかどうかが気になるのか。けどちょうど良かったと言うべきか。監禁前の日のことはあまり覚えてないけど、この日閉しきった体にはこれくらいの食事の方がありがたかった。ターミネーター。まだ何も書いてないの？ああ、最近何を書いてもボツばっかりだったし、もはや何を書けばいいのかわからなくて。それじゃあ私を書いてみて。おはようございます。ハル、ただいま出勤しました。あ、退場？おはよう、ハル。隊長、今日はお元気がないように見えますけど、大丈夫ですか？何？少し体がだるいくらいだから。さて、行くか。隊長、体が異様に熱い。隊長、これは。なんでもない。なんでもないわけないでしょ。じゃあフレシアだよ。くそ、あんな奴に不覚を取るとは。ジャフレシア、ジャフレシア、毒液を飛ばして獲物を捕食する新種の魔獣。人間が毒を浴びると発熱、発汗、嘔吐などの症状を引き起こし、重症化すると死に至ることすらあります。何より厄介なのが、ジャフレシアの毒に対抗する魔法術式がまだ開発されておらず、浜の鏡でも打ち消せないということです。ただし、毒は浴びたが、その後すぐジャフレシアを倒した。本体を倒せば体内の毒も直に消滅する。しかし常人ならまだ動くことすらできないはずです。なぜジャフレシアの生息地に、まさか一人で？緊急性があり難しい任務だった。他の誰に任せられる？とにかくどけ、仕事だ。こんな体で今日は僕が代わりにやっておきますので、隊長は休んでください。新人のお前に私の仕事ができるなんてうぬぼれるな。大体みんなが頑張ってるのに私だけ休むなど。いいからお帰りを。他の隊員にも迷惑です。迷惑だ？お前、勘違いしてないか？ジャフレシアの毒は人に感染するものじゃ。今回はそうじゃなくても、病でも出勤するのが美徳という気風の蔓延は百害あって一理なしです。そんなヘロヘロの人がいれば仕事の効率もチームの士気も下がる。根性論は古いんです。昭和ふ、古昭和。失礼します。睡眠魔法、このバカ。無礼をお許しください。こうでもしないと隊長は言うことを聞いてくれませんから。こんな風に一人で無理を背負い込むこと、僕が二度と許しませんから。あれって、朝の出勤ラッシュの中をこれで出歩くのは非常に目立ちますが、場合が場合です。カレンさんにはしばらく新人にお姫様抱っこされた騎士隊長として恥ずかしめを受けてもらいましょう。さて、今日は忙しくなるな。少し大変だけど、ちょっとだけやる気を出すか。そしてその日の夜、仕事を終えた僕は朝と同じようにカレンさんのお宅へお邪魔しました。順調に回復してるわ。あとはお願いね、ハル君。夜までありがとうございました、マドレーヌさん。
よし、次は…まずは掃除だな。ブラックホークの激務を考えると普段の生活がおざなりになるのもわかりますが、これはさすがに残念すぎません。ケルベロスの部屋とかは綺麗にしてたのに、なぜ自分のこととなると途端に無頓着になってしまうのか。あ、わ、ケルベロス、お前どうやってケージを出て、ん、手伝ってくれるのかい。あ、ぬいぐるみ、少し裁縫が甘いところがあるけど、もしかして自作？これどこにしまわれているかわかるかい？クローゼット。あ、へえ、カレンさんにも女の子らしい趣味があるんだな。あ、汗すご、拭いてあげた方がいいよな。失礼します。おばちゃん、アイス工程か。あー涼しい。ってアイス少なな、パピッコしかないやん。なにがアイスありますや。しかもキソキソのアイスってなんなん。それにしても原先生、この炎天下でマラソンさせやって、普通に拷問やったな。光、拷問のイントネーションちゃうで。あ、おう、それじゃあサーモンと一緒やん、拷問のイントネーションやに。あ、そうやろか。あ、拷問、あ、拷問な、気ぃつけよ。お前さ、ほんまにあの山で一週間も行方不明だったの覚えてないんか。もう全然。ああ、半年経っても思い出されやんな。もうよくね。ほんなさ、いつまで言うとるん。言い訳あるか。どんだけみんな心配したと思っとるん。それやめ。俺がおらんくて寂しかった。いや、別に。嘘や、泣いたはず。一人にせんでよい、光るんて。あ、また調子乗んなや。俺よりでかいからってすぐそれするんさ。なあ、変なこと聞いてもええか。何？愛の告白でもする気な？ちゃうわ。いや、これはな、今に始まったことやなくて、お前がさ、行方不明になって帰ってきたからずっと思っとったことなんやけど、お前やっぱ光っちゃうやろ。え？なんでよ。完璧に模倣したはずやのに。お願い、誰にも言わんといて。初めて人として生きたんや。学校も友達もアイスも全部初めてで楽しかった。体も人格も借り物やけど、お前のこと大好きやね。やから頼む、お前を殺したない。